にちは、マリコです。今日もよろしくお願いします。伊手座さんお元気でしょうか。どうもです。どうも、ロンドンからこんにちは。じゃあ今日もロンドンのお茶の間から、はい、6月をねちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。6月の伊手座さん、はい、最近どうですか、どうですかね。はい、ご覧くださいましてありがとうございます。じゃあまずもうカードの紹介しますね。はい、はい、ムノロジーでね、1枚ヤスミン・ボーランドさん、ロンドン在住のヤスミン・ボーランドさんのムノロジーで1枚、伊手座さんの6月の感じ見てって、で次に今回の、タロットカードこれにしました。はい、マメタロね。はい、これ私結構好きみたいね。いつも使ってて、はい。これで、2枚くらい、現在と未来っていうので引きますね。で、解説はこの、The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings。この、教科書的な、本で、ちょっと解説してきます。はい。で、次に、で、もうちょっと詳しく見るっていう意味で、Angels and Ancestors と、あと、この、Rose Oracle Cards、Pocket Oracle ね。これ、この方、二つ、カール・グレイさんも、レベッカ・キャンベルさんもイギリス在住で、まあ、レベッカ・キャンベルさんはオーストラリア人なんですけどね、グラストンベリーにお住まいってことで、はい。で、この二つのカードから、まあ、ちょっと補足、二つの、まあ、オラクルカードからちょっと補足いただいて、で、最後の締めとして、はい、伊手座さん、いきますよ、はい。最後の締めは、はい、これです。じゃーん、じゃーんとか言って、ちょっと古いじゃんって。まあ、日本の神様カードでね、一枚、伊手座さんへの応援メッセージいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、やっぱりさー、なんか、日本の神様カードめっちゃいいのよ。で、私さ、ほら、最近結構ほら、マインドギャップ使ったじゃない？イギリスの地下鉄の、ロンドンの地下鉄の。あれはあれでいいんだけど、あれで締めるので面白くて。ただ、やっぱ今、なんとなく、今日本がね、海外の人から見ると、日本ってすごい盛り上がってるのね。で、外国人の投資家も多いでしょ？日本に投資する人とか、そう。だから、そうなんだよ。だから、海外に住んでると日本は盛り上がってるの。もちろん日本はね、今円安でとかそういう話して、なってるけど、まあ、でもその、どっかの記事でもほら、ね、個人輸出をすればいいという話とかさ、ね、日本人がその、自分でね、あれして輸出すればいいって言っててさ、まあ、そうだよなと思ったし、まあ、そうだよなっていうか、うちの友達も先週、喋った時にアメリカ人の子に、いや、でもマリコ、日本人の人にとってチャンスだよ。だってそうやって輸出とかにはいいじゃんとかってすごい言っててさ。そうそうそう。うん。で、そうこうしてるうちにそういうなんか個人輸出のことについての記事をたまたま見たからさ、あ、うちの友達が言ってたことだなと思ってね。うん。そう。だからまあ、ご興味がある方、皆さんそういうのやってみてください。はい。ですね。じゃあ、もう早速行きますよ。もう、伊手座さんのね、読んでみますよ。はい。じゃあ行きますか。ムノロジーから、お月様からもらっていきましょうか。はい。ですね。はい。伊手座さんのください。伊手座さん。6月ください。どんな感じか。テーマって感じでください。はい。1月。あ、1月じゃない、ごめん、6月ね、ごめん、6月、伊手座さん。はい。おー、a time to give rather than take。これね、他の星座さんでもちょうど出てきたんだけど、a time to give rather than take。そう、今は与える時期ですよって言ってるのね。その、a time to give rather than take。rather than っていうのはなんとかなんとかよりなのね。だから take するよりも与える時期ですよってことなのね。そう、だから、そう、何かをこう、得るとか取るとか、そういうことよりも自分が与える立場になる。自分がもらう立場になるよりも、あげる立場になるっていう。そういうのだとすごく運気が上がるってことだね、6月。うん。まあ、それをテーマにしていくとね。ちょっと詳しく見ていきますよ。はい。タロットカードで、マメタロでね、はい、1枚。現在と未来で、うん。そうそう。まあ、結構今サクサクって感じだったけど、まあ、解説がね、これ。まあ、でもそのくらいもはっきりしてるんでしょ。だからその行く方向が今分かってるとか、なんかこの潔さがあるんだよね。この、伊手座さんからの、今思うのは。うん。じゃあ、1枚ずつ出しますよ。これね。はい。これ現在。はい。で、次が。はい。これ未来ね。未来。はい。行きますよ。未来。はい。現在、未来。はい。じゃあ現在行きますよ。現在。おー、はい、フォーブカップス。これね、これフォーブカップスですよ。はい。ちょっとこの人疲れてる感じですけど、ちょっと見させてもらいますよ。これ現在今どんな感じになってるか、伊手座さんが。カップの4ですね。はい。ですね、カップの4、こっちかな。最後の、はい、最初の方にあるね。はい。いきますよ。meditation, contemplation, apathy, reevaluation って書いてあるね。うん。
まあやっぱ今ちょっと考えてる時っていうか、そのメディテーション、コンテンプレーション、うん、まあ熟考する時っていうか、そういうような時もあるし、まああとなんかこう、自分的にこういろいろとこうなんか、いろいろ思い出して、自分への評価をし始めてるっていうか、まあ自分への評価っていうか、あとその周りの人の評価もそうだし、なんかいろんな自分の人生の全体を今評価し始めてるっていうか、評価っていうかなんて言うんだろう、これでいいのかな、こっちの方でいいのかなとか、今までのこれで良かったのかなとかね。まあね、書いてあるね。Decide on what is truly important to you and don't be afraid to decline new projects that don't align with your future path. まあ、はっきり書いてあるね、これ。うん。だからこれはっきりこんなに書いてあるんだけど、要は何っていうと、Decide on what is truly important to you。本当に、伊手座さんにとって大事なこと、それを、決めてくださいってこと、それについて、まあ、決めることがあるよね。うんうん。そうよね。あと、don't be afraid to decline new projects that don't align with your future path. そう。自分の、その、将来の目的っていうのとか、将来の道っていうのと外れてるようなこと、外れてるようなプロジェクトとか、外れてるような、仕事とか、そういうのは、そういう方向に行かなくていいよね。だからちょっとでも自分が伊手座さん的に、あ、なんかこっちの方向ちょっと違う気がするとか、自分的にね、そういうふうに思うところがあったら、それ信じていいのよね。うん。そうね。ちょっと、まあ、それが今現在な感じなんだよね。だから今結構やっぱ考えてる時期にいるっていう感じかな。これからの自分とか、これからの人生っていうのをね。そうそう。で、ちょっと待って、未来で見ていきますよ。はい。ああ、いいですね、未来、超いい。Nine of Cups。これ、はい。Nine of Cups。これはもうすごく有名ですよね、ある意味。9のカップといえば、はい。9のカップといえば、まあ、願いが叶う系ですから。だから、やっぱね、思いが叶う系なんだよね。で、まあ、両方ともカップが出てきてるっていうのもありますしね。そうそうそう。いやー、思いが叶う系だから、だからその、今、なんだっけ、思うが、なんちゃら、叶うとか、ごめん、ちゃんとしたあれがわかる。そう。やっぱね、思ってることって現実になるんですよね。うん。だから、Nine of Cups, Contentment, Satisfaction, Gratitude, Wish Come True って書いてある。この Wish Come True がね、そういうことね。Gratitude, まあ、感謝する心、Satisfaction, 満足する、まあ、Contentment, まあ、そう、まあ、Contentment もすごい、自分の心からすごい満足って感じなんだけど、いいですよね。やっぱり。Emotional Fulfillment, Happiness, and Contentment. すごいよ。やっぱりその、自分のなんかその感情的にもいろんな意味でね、すごく心の気持ちっていうのが でも満足するし、あとまあすごい幸せになるし、まああとまあ本当に心からの満足感っていうのがあるのよね。いいですね。まあ仕事運だとしたら、Nine of Cups suggests that your career aspirations, dreams of success, and completion of projects will come to fruition just as you planned って書いてあるね。だからその just as you planned っていうのがすごく私やっぱここで今来たのが、なんかやっぱりその自分がこう思い描いていくっていうのが重要なんだよね。その自分がどういう方向に行きたいのか、でどういう方向に行くことによってその自分のキャリアを成功させたいのかとか、その充実したものにしたいのか。まあキャリアの充実ってさ、よくはっきりよく言うけどさ、みんなそういうようなことって実際何って話よね。うん。だから毎日楽しいです、やってることがに苦がなければもうそれでよしだとも思うのよ。うん、なんかそんなにその気張ってなんかその充実してるとかさ、楽しいとかさ、そこまで気張る必要はないかなと思う。なんかそのまああるあるな話なんだけどさ、なんかそんなにそのなんだろう、本当に楽しくやってる人ってさ、そこまでさ、例えば Facebook とか Instagram とかでさ、楽しいですとかそんな感じであんまり言わないじゃない、あんまり多分言わないと思うのね。まあ、もちろん、だから逆に言うと、そのインスタとか、Facebook とか、まあ何でもいいけど、そういうので、なんかすごい、なんか楽しいですとか、充実してますとかって、そういう言い方をしちゃってるような人って、やっぱり、本当は楽しくないんだと思うのよね。うん、そうそうそう。だから、きらびやかなね、投稿に見えても、その裏には色々ありますのでね。そう、だからそういうことよ。そう。まあ、なんか、それを一つちょっと、なんで今これをね、なんか今ここで言ってるのかわかんないけど、まあ、そういうふうに思ったんじゃない？自分が今。だから、いろいろ私は降りてきたことを喋ってるから、
ああ、まあ、これもいいですよね。あとね、やっぱね、もう9のカップになってくると、本当にもう最高な状態になってるんだよね。うん、そうそうそう。10のカップの、まあ、目の前、手前ですけれども。で、だから、あと、感謝の気持ちっていうのがね、この時にね、やっぱり、いて座さんにとってすっごいね、いいと思いますよ。感謝の気持ち。まあ、私もさ、それは本当に持つようにしてって、それも、やっぱ運気が上がるための一つのあれだと思うのよ。そう。で、やっぱり感謝の気持ちがあると、どんどんいいこと舞い込んでくるのよね。うん。What am I truly grateful for? って書いてあるの。何をね、本当にね、感謝してることなのか、あるのかっていうの、そういうのを考えてみるといいと思う。うん。で、あと書き、だから、journaling prompts って書いてあるのよ、これ。これどういう意味っていうと、journaling prompts ってどういうことっていうと、その journaling って要は日記を書くみたいな感じね。それ prompts、まあこういう出てくる、まあ出てくるっていうか、まあこういうのがいいですよ。こういうのを発端にみたいな感じなんだけど、発端にっていうかね。だからこういう sentence ですね。この文章。What am I truly grateful for? 自分が何を本当に感謝してるかっていうこと。で、あと What brings me a sense of fulfillment? 自分のその満足感を得るっていうのに、何が自分を満足させてくれるのか、何に自分は本当にいつも心を動かされるのかとか、そういうのを書き出す。うん。で、How can I share my abundance with others? これもいいよね。こういう自分がもう実際目の前にあるこの豊かさ、これを他の人とシェアするには、他の人とこう分かち合うには、どういうふうにしたらいいのか。だからその3点。その3点をやっぱり考えてると、それを元にこう自分でノートに書くっていうのはいいと思うんだよね。やっぱね、日記はね、最高ですよね。最高。うん。で、例えば、今結構さ、まあ、毎日いろいろ忙しい人もいると思う、他の人と話したりして忙しいって人もいれば、あんまり人とあんま話さないっていう人もいると思うんだね、この世の中に。そう。で、だから、この世の中にって言うとあれだけど、まあ、今ほら、働き方もいろいろ変わってきてるからさ、その家でやってる人とかも多いわけじゃない?そう。で、あんまり話さないっていう人とか、あと、そう、うん。まあ、そういう人には余計、やっぱり、こう、ジャーナリング的なの、日記を書くのもおすすめだし、あと、録音もおすすめかなって思う。これ言ったことないけど、自分の思いを、なんか携帯とかの録音機能があるじゃない?あれにちょっと、吹き込んで、で、ちょっとまた後で聞くとか、そういうのもそれでなんか、まあ、一つの日記というかね、になると思うし、うん。まあ、振り返るっていうのが重要ですからね。うん。そうそう、振り返って。まあ、振り返って、うん。失礼します。じゃ、ちょっともうちょっと詳しく見ていきましょうね。もうちょっと詳しく。これで、この、これと、これね、はい、ローズオラクルと、Angels and Ancestors 6月のいて座さんもうちょっと詳しく見ますよ。これね、まだ開けませんから、で Angels and Ancestors ですね、はい。いて座さん、6月ください。はい、これ、はい。いきますよ、一気に。おー、すごいね。はい、はい。いや、もうなんかね、これがすごいなと思って、これ。これ来たときびっくりしちゃった。まあこれ、キツネなんですけども、スピリットフォックスね。うん、まあ、スピリットフォックスね。うん、キツネの、まあ、キツネがすごいことになった、キツネのスピリットみたいな感じだったけど、うん。Trust your talents in changing times. ああ、いいの来てるね、これ。本当にいいの来てる。うん。Changing times って、まあ、要はその変化が多い時よね。変化が多い、まあ、世の中。そういう時こそ、まあ、そういう時に自分の talents、才能を信じてってことね。Trust your talents in changing times. そう。そうなのよ。これすごくいいね。全然話変わるんだけど、ロンドンって、普通にその辺に、住宅街とかその辺に狐いるのね。びっくりするかもしれないけど。普通の野生の狐が。面白いよね。私的にはちょっと怖いって思う時あるんだけど、ある意味。なんかちょっとなんか、なんかさ、で、私ね、狐見るときは、要注意日だと思ってるのね。要注意日っていうか、何かに、その日あったことに、ちょっと要注意をしなきゃって思う時がある。なんかこう、なんかちょっと、んっていう感じの、うん。そうそうそう。まあちょっと、んって思うのよね、キツネ見るときに。うん。やっぱ見るからさ、本当に普通に、道端にこう歩いてたりとか、そう、いろいろするから、スピリットフォックス。Trust your talents in changing times.
まあでもね、これズバリだよね、これ。さっき言ったその自分が何に感謝してるかとか、その誰とその自分のその、まあ自分が持つ豊かさを誰とそう、分かち合えるかとか、あと何だったっけ？何だったっけ？あったよね、そう、とかだけど、そうよね。うん、だから、やっぱ自分のその才能っていうのを認識することだよね。trust your talents って、まあそのね、信頼してなんだけど、信頼してとか信じてなんだけど、自分の才能を信じる前に、自分の才能っていうのが何なのかっていうのをまず認識することから始めるといいと思うのよ。で、特に日本人の人って結構謙虚とか謙遜してる人が多いから、私はだ、大したことないんですとかそういうの言ったりとかするんだけど、それは確かにそれは日本の文化で美徳的なところはあるかもしれないんだけど、ただもうちょっと、これからの日本人っていう、これからのその国際社会だけじゃなくても、まあ日本社会の中でもいろんな外国人も入ってくるし、あとそのまあ、訪日外国人とのやりとりもあったりとかで、外国人も来たりとか、まあいろ、別に外国人かとかじゃないんだけど、これからの日本人は、その自分のその、自分個人の才能っていうのをもっと、認識するといいと思うんだよね。そう。で、自信につながるから。うん。そうなのよね。Yeah, trust your talents in changing times. うん。まあ、こういう変化が多い時だからこそよ。うん、そう。うん。で、ミスティックローズってこれ出てんのね。うん、ローズね。うん。まあ、お花だとローズいいかもね。うん。いいよね。お花をほら飾ったりするのも家に。うん。私の家も結構お花飾ったりしますけどね。結構売ってるんで、まあ、そんな安いわけじゃないんだけど、ただやっぱりほら、そうするとほら一週間すごい華やかになったりするし、うん、devotion, humility, humanity, grace ね、うん、humanity, まあ人類的な感じね。devotion, まあ捧げる、humility ってやっぱ謙虚になる感じのことっていうか、もっと謙虚な感じよ。なんか humbleness よりももっと humility の方がもっと謙虚度が高いんだけど、うん、だからもっと高尚な感じの謙虚な感じ、うん、で humanity, grace、うん、そうよね、うん。なんかやっぱり、結構頑張ってきたっていう感じのいて座さんが多いかな、やっぱり。うん。それはもう、だからこそこうやってさ、Nine of Cups ってこう出てきてるんだよね。うん。まあでも確かにさっきの一番初めの時に、A time to give rather than take って書いてあるのね。うん。これね、なんだろう。私が今これで全部で見て思ったのが、trust your talents in changing times って言ってるでしょ。で、なんでかっていうと、才能を信じてって、このご時世でね、っていうのは、いて座さんの才能を、いて座さんの仕事ぶりとか、いて座さんの才能を発揮してくれることを待ってる人がいっぱいいるんだよね、世の中に。うん。で、それを、いて座さんの才能を他の人に与えるっていうことだよね。time to give rather than take, so.そうすることによって本当にね、世界が良くなってくんだよね。やっぱヒマニティのとこの人類愛のところも来てるし、ここに。そう。だから、なんか全体的な感じの、うん。ほら、いて座さんって結構、なんていうのかな。自分は自分ってわけじゃないけど、自分のこのペースでいろいろやる人っていうかのところあるし、おっとりしてる人多いと思うのね。うんうん。まあ、なんだけども、そう。だから、うん、そうなんだよね。うん、おっとりしてる人多いと思うし、うん、確かに謙虚、すごい高尚な感じの謙虚さはある人だと思うね。うん、うん。まあ、だからそれで、やっぱり評価してる周りの人とか多いと思うね。そういういて座さんを。うん、うん、うん。だから、もしかしたら自分はね、評価されてないですって思うのかもしれないけど、うん。されてますよ、ちゃんと。うん。で、ちょっとじゃあ日本の神様カードから一枚ね、出しますからね。いいよね、この日本の神様カード、本当に。いいよねって、まだ出してないけどね。うん、ね、じゃあ行きますよ。日本の神様カード一枚ください。はい、じゃあこれにします。おー、これ誰だっけ？これあれだね、フルーツ系とか言って、フルーツ系ってちょっと。はい。豊受け火の神。オレンジありますよ、みかん。まあ、オレンジというよりみかんね。みかん。みかんね、いいよね。やっぱりなんかこう自分らしさがあるよね。これ、この子。この子、自分らしさがある感じ。この子っていうか、まあ、豊受け火の神。はい。豊受け火の神。ちょっと読んでみましょうね。いやー、いて座さんね。豊受け火の神ね。
これかな、あ、これね、52ページ。いや、これもさ、私弾けるようになったよね。前めっちゃ時間かかってたもんね。うん、そうそうそう。慣れてきたのかな、これ。はい。いきますよ。じゃあ、まず神社名からいきますね。はい。神社名、三重県。あ、これちょっと読めないわ。宝珠大神宮。わか、豊かに受け取る大。大って大きいの多い。大きいに神宮。で、あと、宮崎県、カンハシラグ。で、あと、京都府の、なぐしゃ。ごめん、奈良の名に、具材の具にしゃ。で、あと、この神社の、奥宮の、これ何新釈寺の、新内神社。ごめん、ごめん、誠にま、まに、名前の名に、井戸の井神社などに祀られています。すいません、こんな感じで。じゃあ読みますよ。はい。身体に取り入れるものに心を傾けなさい。それは食べ物だけではありません。あなたはいつも何を見て、何を聞いて、何を味わっていますか？すべては食物としてあなたの中に入っていくのです。魂が喜ぶものを取り入れてください。優美なるもの、美しいもの、敬う心であなた自身も人も満たしましょう。うん。いやー、やっぱりその、そうよね。うん。すべて食物としてあなたの中に入っていくのですって、ほんとすごい思うんだけど、なんかその、まあ私は、まあ、いわゆる日本人じゃない人でいっぱい喋ってるじゃない、基本的に。てかまあ、私日本人の友達がいないからさ、ここで。うん。だから、まあ知り合いとかいるよ、日本人の知り合いの方とか、そういう方いるけど、そうそう、うん。で、思うんだけど、日本人っていわゆる外国人と話してて思うのは、あの人たち結構、言霊の感覚がないから、結構汚い言葉とか、ネガティブな言葉とか自分に使ってたりとかするわけよ。で、だからこそ、日本人はそれはやっぱやらない方がいいと思うんだよね。うんうん。やらない方がいいと思ってか、やってないと思うけど、そう。言霊の、いつも言うことだけど、日本人って言霊に影響されやすい民族だと思うのね。うん、そう。だから、そういう意味でね。うん。だから、そういう意味でも、その自分から発する言葉とか、あと、その、周りの人とかとの環境とも、周りの人も変な人の周りにはやっぱいない方がいいんだよね。変なことを言う、なんかそのネガティブなことを言ってるような人。なんかそういうのの発言を口の中にっていうかこう入れちゃうことになるわけじゃない。聞いてるってことは。そう。聞いてるってことはこう耳から入っちゃうからさ。そうそう。だから取り入れちゃうことになっちゃうから。そう。だからそういう人とやっぱりおさらばした方がいいと思うし。うん。じゃあちょっともうちょっと詳しくね。まあ、でもこのね、普通に食べ物もいいと思うけど、食べ物も美味しいもの食べるといいよね。だからその素材がいいもの、そう、素材がいい、国産のもの、日本の国産のものがいいと思いますよ。うん、日本人はやっぱり、うん。まあ美味しいものいっぱいあるしね、むしろ日本にあるからさ、そうそうそう、他の外国のも食べる必要もないんだけど、うん。豊けびの神は、アマテラスの大神の食事を司る女神、優美な食物、穀物の神様です。神に捧げるお料理を作るシェフと言えるでしょう。豊受け身の神は、身体と魂が喜ぶものを取り入れなさいとアドバイスしてくれます。品質の確かな食材、心のこもったお料理、心地よい音楽、愛する人との楽しい会話、心に響く映画、精妙な波動を持つものは、皆魂のためのソウルフードです。まあそうよね。やっぱ品質の確かな食材はいいよね。心のこもったお料理。だから料理もまあやってる人多いと思うけどさ、日本人結構やってるからさ、そう。ね、あと、その、素材とかね、あと、まあ、まあ、オルガニックのとかでもいいけど、まあ、別にオルガニックじゃなくても日本は美味しいからさ、その、国産ので、うん、とは思いますけど、うん。で、このカードを引いたあなた、今、女性性に目を向けるときです。それは、柔らかな需要のエネルギー、まっすぐに突き進むのではなく、ふわりと包み込むエネルギーです。あなたが男性なら、内なる女性性につながってみましょう。頑張りすぎる必要はありません。豊受け身の神がのエネルギーはあなたに優雅さをもたらしてくれます。まああと同じ食べ物を食べることは楽しさと喜びを分かち合うことでもあります。人と人との笑い声もまた魂を満たしてくれます。まあこれがやっぱ醍醐味だよね、人生の。うん、なんかで特に伊手座さんにとってそうじゃない。なんかその。こう、書いてある、人と人との輪とか、笑い声もまた魂を満たしてくれます。まあ、これで人生でしょ、それが。その、
なんだろう、もちろんさ、人はね、一人で生まれて一人で死んでいくんだけど、その中の人生の中に、やっぱりいろいろとあるのよ。まあ、いろいろと出来事が当たり前なんだけどさ、そう。その出来事の中に、やっぱり、喜びって、だからさ、何が喜びってさ、そのお金がうん百万あるとか、うん千万あるっていうことも、それも、まあ確かに重要といえば重要なんだけど、ただ、誰かと、なんかこう、たわいもない話を、このね、この、ここの、まあ普通のカフェ、普通のカフェっていうか、まあ別に名もないカフェでもいいんだけど、全然ね、うん。そういうとこで、こう、喋ったりとか、まあ、あとその辺のとこでちょっと、なんかベンチで座ってとかさ、で、いろいろすごい話の濃い内容を話してるとかさ、それがすごくやっぱり充実させるわけじゃない？うん。なんか私もこの前、まあ、公園でうちの友達と、話してて、うん。で、まあ、最後に、まあ、最後にというか、その、まあ、公園の、まあ、座れるとこあるから、まあ、テーブルみたいなのもあって、で、まず喋ってて。で、それでまあ2時間くらい喋った後に、最後、ジェラートの店があったから、そこでちょっとジェラート食べてとか、すごい幸せだったもんね。うん、そうそうそう。なんかそういうので全然幸せだし、うんうんうん。そう。まあ、あと、全然言ってたさ、話変わるんだけど、今、そのカフェとかで思い出したんだけど、日本のスターバックス人気はすごいよね。はっきり言って、スタバが人気なのって、日本とか、だけとは言わないけど、まあ、いわゆる欧米はって、まあ、使っちゃうけど、あんま欧米とか使うの好きじゃないんだけど、そのヨーロッパって全然違うし、アメリカも全然違うし、特にヨーロッパとかイギリスとか、ヨーロッパ全体で見ても、基本スターバックスって全然人気じゃないと思うのよ。てか全然人気じゃないよね。むしろ避けてるし、まあ今回そのイスラエルとかそっち系のこともあったから余計避けてるっていう人もいっぱいもうもっと増えちゃって、もう結構経営やばいんじゃないっていう感じだと思うんだけど、他のほらカフェもあるし、で、あと、やっぱりその、特にヨーロッパの人たちの思考って、やっぱ個人商店を、とかをやっぱ応援するあの人たちが多いと思うのよ。そういうチェーン店みたいなんじゃなくて。なんかしょうがなくチェーン店に行くときはあるけど、なんか、選択肢があったら個人の方に行くっていう人が多いと思うんだよね。うん、そう。だから、そうそうそう。いやでもなんかすごいなと思ってさ、日本のそのスターバックス人気っていうのはさ、うんうんうん、そう。で、あと、まあ、話変わるけど、なんかそのスターバックスで思い出したのが、なんかスターバックスにスコーンがあるんだよね。なんかいろんなスコーンがあってさ、あれアメリカ風のだからね。うん、イギリスのスコーンとは全然違うし、なんかイギリスでそのなんか、チョコスコーンとかチーズスコーンとかないからね。うん、チーズスコーンあるか？あるかな？あるっけ？なんか基本こっちで売ってるのって普通のプレーンのスコーンとか、あと、なんか、なんだっけあれ、レーズンが入ってるスコーンみたいな、なんか、そういうのは結構スーパーで売ってたりするけど、チョコスコーンあんまないんだよね。しかもスコーンはちゃんとこういう丸い形だから、なんかスタバのってなんかちょっと違う形じゃない？なんかそういうイメージなんだけど、うん。なんかアメリカ風だなって思ってさ、そう。なんか、何が言いたいって、なんか、すごくさ、イギリスとさ、アメリカってさ、全然違うのよ、ほんと国が。同じ英語圏でも。てか、英語も違うし、全然。英語も違うし、人の雰囲気も違うし、文化全然違うし、うんうん。まあ、なんでこの話をいて座さんの時にするのかわかんないんだけど、まあ、何か参考になればわかんないけど、うん。まあ、ね、そういうことでって感じで。うん。まあ、ここは一応ヨーロッパだからね。うん。まあ、イギリスの人はヨーロッパって思ってるのかは分からないけど、まあ、一応思ってるだろうけど、ちょっと、なんていうの、うん。またちょっと違う島国だからさ、ここは。そうそう、ヨーロッパの中でも。伊手田さんのね、リーディングはこんな感じになりました。ここまでご覧くださりありがとうございます。まあね、いいものをね、そうよね、いいものを取り入れてきたいよね。うん、そうそうそう。まあ、そういう感じの、まあ、でも何も悪いことはないって言って変だけど、別に変なことはな、見えなかったんで、そうそうそう。だから、ま、どんどんそのいい、自分にとっていいものを取り入れて、それで、まあ、日記をつけたりとかね。そう、自分が感謝をしてることを書いたりとか、自分が今あるこの豊かさをどうやって他の人と分けられるのか、そういうのを考えてると、どんどん運気上がっていくなって思いますね。伊手座さんの6月。はい。ここまでご覧くださいまして、どうもありがとうございます。じゃあ、また、次回お会いできること楽しみにしております。ここまでありがとうございます。じゃあ、ロンドンからね、伊手座さんの、まあ、健康とか、日々の毎日の、まあね、楽しい生活っていうのをお祈りしてますよ。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。伊手座さん、どうもです。